歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さんダイエット継続中、市川團十郎。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが襲名披露公演中に太ってしまい、現在ダイエット中について語った。減量のためにジムまで走ろう、何分かかるかな。美しい景色、新緑クローバー探しやすいし綺麗だし、グリーン黄砂とか花粉なければ最高だけどな。ランニング中だが自分までの距離が遠い。今日の一食目が晩ご飯、サバ。タンパク質が豊富、お腹が空いていたので最高に美味しい。いやーすごいですね。多分糖質ダイエットって感じで、多分ご飯も抜きなんでしょうね。私ではこれだけあればご飯以外は最低いけますが、多分これでは多分お腹が満たされないでしょうね。よし、襲名披露の東京の間に10キロ増えて、ようやく約半分減りました。 79.75 キロ、やった、継続せねば。ファンからのコメントは、團十郎さん短期間に絞られて本当にすごいですよ、頑張ったせいか、継続は力なりで、あと少し無理せずに頑張ってください、私には無理です。私の感想は、体重が増えるときは早いけど減らすときはなかなか減らない。若い頃は失恋ダイエットはありましたが、苦笑い。誰もあんたの失恋のことだけ聞いてねえよと思うかもしれません。50歳を超えるとお腹について肉が落ちません。1キロ減らすのも大変なのに、5キロはプロフェッショナルとしか言いようがありません。今私の体重がこの團十郎さんの体重とほぼ同じぐらいです。すごいですね。こっからさらに5キロ落とすなんて、おそらくもともと太ってるのでなくて、普段からジムで鍛えているので、まあ、大半が、脂肪ではなく筋肉だとは思いますが、それでもそこから脂肪を落とすなんて、多分体脂肪率が10何パーとか、もしかしたら1桁落とすのを目指しているのではないでしょうか。市川團十郎さんダイエット継続中、市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。